今日ついに100万人が犯されたという13万人が今日あいつに犯されて死んだ。テレビを見る僕たちは言いようのない恐怖におののき、自分の身内が誰も死んでないことをついつい忘れてしまうよ。気をつけて離れて、そんなに仲良くしないで。さもないと君のせいで何十万人が死ぬんだよ。おいおい嘘つけ、なんだそのどんぶり感情。不安を煽って信者を増やす、あんたらカルト教団みたいだな。世界は破滅に向かってる、それが怖いのですか。じゃあ僕らの血液に流れる安らに負けない奇跡の免疫をなぜ誰も語ろうとはしないのだろう。裏若き5人を救うために5000人が首を吊る世界。年老いた1000人を救うために1万人が餓死する世界。あれから1年、去年の歌詞は修正されることもなく、世の指導者を目を泳がせ継ぎはぎな指示を出し続けてた。ステイなんとかで脳みそが固まった善良なテレビっ子たちは、トイレ紙を買う代わりに謎の注射に行列を作り始めた。そこからまた1年、あいつは夏風に変わったっていうのに、マスクは国の文化になり、クレームは不織布で封じられた。 BCG も日本の上も予防効果の話題はどこからも消えて、買い付けた洋物の在庫整理が追い込みに入った。不気味なこの催しの3年ちょっとの中で、僕はすっかり陰謀論者に変えられてしまったよ。ユートピア代表のキャスターが話すディスプレイの向こうに、欲まみれのグロテスクなウイルスがふわふわ漂っているのを見たから、今回のこいつにしたって人べらしの一手段に過ぎず、世界は予定通りに次の絶滅計画に取り掛かるんだって。
シュワブとかナトーとかネオコンとか旗振りの思惑を超えたところで、無に返そうとする悪い何かが地球に取り付いた気がするよ。スマートフォンの中に幸せを探せない僕は、戦うか逃げるか諦めるか、ひっそりと自分の本能に問いかける。裏若き5人を救うために5000人が首を吊る世界、年老いた1000人を救うために1万人が餓死する世界、裏若き5人を救うために5000人が首を吊る世界、選ばれた10人を満たすために1万人が餓死する世界。